さあ始まりました。本日もジャスミンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども11月24日午前10時47分 YouTube 録画しております。現在のジャスミンですけども 22.8 円の 8% ですね、 8.2% 下落しております。こちらのジャスミンなんですけども、バイナンスに上場しまして、その後ですねちょっと下落してしまっているような状況なんですけども、そんなに悲観するような内容ではないかなと思っています。まあ、ちょっとね最近買ってしまった方は、ちょっとなんで下がるのかなってねちょっと不安に思っている方も多いと思うんで、ちょっと今回チャート分析改めてしていこうと思うんですけども、バイナンスに上場することが決まって、かなり値段がね急騰してましたので、その調整ということもあると思うんですけども、これは今シンボルですね、シンボルもバイビットに上場が決まってですね、値段が急騰しました。その後今バイナンスにこちらはジャスミンは上場しているんですけども、バイビットの方に上場したシンボルですね、シンボル62円ぐらいまで上がったんですかね。でその後今40円ぐらいですかね、40円ぐらいだと思いますので、ちょっと調整がかなりきつめですよね。でジャスミンに比べると大体倍ぐらいのきつさがある調整という形になっているかと思うんですね。数字的にはですね、ジャスミンもシンボル、特にシンボルの方は、ちょっと下げ幅広げているんですけども、まだまだこれから上がっていける余地は十分あるのかなと思いますので、ちょっと下げたところではジャスミン同様ね、チャンスじゃないかなと思ってます。でこちらのジャスミンもですね、どのような状況が今起きているかって、私の知っている限りのちょっと情報というかね、お伝えさせていただくんですけど、私の周りの投資家の方もですね、やっぱりジャスミン興味を持っている方増えてきましたね、日増しに増えてきてまして、口座開設をね、ちょっとビットポイントでしようかなということで、国内の取引所ですから、ちょっと安心感もありますし、キャンペーンも今やってますので、詳しくは見ていただければと思うんですけども、一応私の概要欄の方にも確かビットポイント貼ってあったような気がしますね。よかったら見てみてください。そのような形でキャンペーン結構やってまして、周りの方たちもですね、ちょっとビットポイント口座開設してみようかっていう形で、今申し込み手続き終わってるらしいんですね。1週間前ぐらいにしてるらしいんですけども、まだ口座開設の完了メールが届かないそうです。ですので、ちょっとジャスミン欲しいなっていう方はたくさんいらっしゃるんだけども、その国内での口座開設がなかなか完了しないがためにですね、ちょっとジャスミンの買う機会がちょっと待たされているような状況なんですね。かなり今混み合ってるみたいですね。ですので、その方たちが続々と完了のね、メールが届けばですね、手続きが済めば購入できるわけですから、その方たちがまたどれだけ買えるかっていうところですね、問題は。ただ今回上場が決まってかなり値段が上がっていたので、その勢いに乗じてね、その方たちが買うターンになればよかったんですけども、ちょっとこのまま心配するのはですね、下がってくるとですね、ちょっとジャスミン買おうかなと思って、もちろん口座開設してる方が多いと思うんですね、直近の方たちは。ですので、その方たちがどれぐらい買おうかなっていう熱が冷めないかっていうのが一番問題だと思うんですね。何回かお伝えしている内容とちょっと重複するかもしれませんけども。ですので、ちょっと早めにね、口座開設手続きが終わりまして、すぐ買えるようになれば一番いいんですけども、ちょっと仮にですね、2、3日このような形で下げていってしまうとですね、ジャスミンどうなんだという形にはなってもおかしくないですよね。ですので、あと買おうと思ってたものがですね、例えば100万円買ってみるか、ジャスミンと思ってた方が、ちょっと50万円にしようかなとか、30万円にしようかな、10万円にしようかな、ちょっと額を少し減らして様子を見るみたいなちょっと感じになりますよね、その場合。そこが結構問題じゃないかなと思うので、ビットポイント次第でまたね、値段の回復だったりとか、ちょっと下落していく流れになってしまうのかね。ちょっとその辺が鍵を握るのは、取引所のビットポイントではないかなって個人的には考えてますね。今回ちょっと、バイナンスにいきなり上場ということでしたので、ちょっと驚いた方もね、サプライズ的なものでかなり急騰して、値段もだいぶね、以前に比べると少し回復したなっていう印象なんですけども、結構短期でもね、二角ができた方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。28円ぐらいまで上がったんですかね。短期的にはそうです。36円ぐらいまで上がった場面もあったということなんですけども、そうですね、11月の、これは上場の前ですかね。ジャスミンがすごい買われていた時が大体先ほどの金額36円ぐらいだと思うんですけども、今回、
バイナンスの上場でのトップが28円ぐらいでしょうかね。まあ、結構以前もね、レジスタンスとして意識されたポイントだったので、やっぱりテクニカル的にかなり動いてるなというところでしょうかね。ですのでまあ、次のポイントとしては20円ぐらいですね、サポートラインとしては機能するだろうということでありますし、まあ、そこを例えばビットポイントでもなくて、ビットコインが今ちょっとまた回復してきてはいるんですけども、これがちょっと崩れてきてしまった場合のシナリオ的には、そうですね、ビットコインが例えば640万円を下回るような展開で600万円に近づく、ちょっと下落の方へ行きますと、おそらく次が16円ぐらいで一旦、下げ止まれるかなってとこですよね。ですので、まあ、下がるとしたら20、16あたりのこの前回もサポートが効いているようなところで、まあ、ちょっと枚数増やすとかっていう形で、まあ、対策する形にはなるかと思いますし、まあ、上がっていった場合は28円ぐらいのところにちょっと意識されそうな、まあ、レジスタンスとして意識されそうなちょっとラインがありますので、まあ、ですからそうですね、20円ぐらいで買って27円とか25円ぐらいで売るようなちょっと短期のトレードもね面白いかもしれませんし、まあこれからの仮想通貨だと思いますので、まあ例えば今回はバイナンスですか、バイナンスだったと思うんですけども、他のね例えば国内のビットバンクとか、先ほど間違えてしまったんですけどコインチェックとかですね、この辺とかにもまた上場が決まればですね、急に値段がね高まるということもあり得るかなと思うので、まあ、それに向けてちょっと買い増ししとくとかね、そういう形は悪くないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ただ、ジャスミンに関しては、私のこれ個人的な意見であれ申し訳ないんですけども、まあ、なんていうの、本命として全額をジャスミンという形には、ちょっとまだまだそこまで至っては正直ないですね。まあ、ですので、資産の自分の中の、まあ、例えば推しの仮想通貨がありますよね。それぞれ皆さんも多分。まあそれがジャスミンであればそういう形でもいいんですけども、まあ、ちょっとこう割合をうまくセーブして、まあ、結構こう、まだまだ新しい仮想通貨ということなんで、まあ、上がるときは少ない少額でもですね、まあ、結構な爆撃になれる可能性があるので、まあ、そういう形として捉えておくといいんじゃないかなと思います。まあ資産の 10% ぐらいとかでもいいかもしれませんし、まあそれ以下でも全然いいんじゃないかなってぐらい、まあ、爆撃する場合があるかなというところなんで、そこに期待する仮想通貨の、まあ、筆頭格というか代表ではないかなと思いますね。まあ、国内で買えるということも安心の一つでしょうし、まあ、これから国内の、先ほど言ったような主要なところの仮想通貨取引所、販売所でも、これからまあ、取り扱いはおそらくね、始まるんじゃないかなと思うので、まあ、それに向けて来年とかにね、向けてちょっと仕込みをしておくという形で、まあ、上がっていくときはそういう形で上がるので、おそらく。まあ、その時にはちょっと半分ぐらい利確しちゃうとかね。まあ、そういう形で少しまた短期的な形でやるっていうのも有効ではないかなと思います。ただ、バイナンスには上場したので、まあ、そこは一つソースとしてはもうね、使えないということなんで、まあ、ちょっとまた別のとこにっていうことになってくるとは思うんですけども。まあ、ですので、ね、今回ジャスミーだったんですけども、逆に言うとね、まあ、他のまだまだね、上場してないような形のパレットトークンとかですね。これも面白いですよね。ですので、パレットトークンの方は私も1日1パレットという形で、できるだけパレットトークンのチャート分析してるんですけども、ジャスミン今回、バイナンスでいきなりね、びっくりしましたね。私もちょっといきなりだったんで、本当にびっくりしたんですけども、私もジャスミンは持ってますからね、しっかり見てるんですけども、ちょっと私、持ってる私が驚いたっていうね、ちょっと事件がありまして、でその中で、まあ、今後はパレットトークンも今コインチェックでしか扱ってないですから、まあ、逆に言うと海外で言えばバイビットとか、まあこちらの同じでバイナンスとかですね。まあ、この辺でまあ上場してくるんじゃないかなと思うので、まあそういう形でまあパレットも仕込んでおいてもいいんじゃないかなと思う、個人的には思ってますね。それからまあジャスミンもまだまだこれからですから、まあ逆に言うと国内で一社だけっていうのはまあパレットと同じですし、まあパレットは他でもしてないわけですけどね。まあ、ですけども、まあ、ジャスミンも同じような状況なんで、まあ、それに向けて仕込みをしていく今段階ではないかなと思います。まあ、先ほど言ったようなサポートのあたりでね、ちょっと買っておくと非常に下値は限定的なんじゃないかなと思うんで。まあ、ただね、先ほど言ったように金額的にはですね、まあ、自分の推しの仮想通貨が別にあるということがあるんであれば、そこを強めにまたしたりとか、まあ、あと別のものも探してもいいと思いますし、まあ、そういう形で少しの割合で十分かなと思いますね。結構上がるときは、かなり上がれるチャンスは十分
あるぐらいのポテンシャルだと思いますので、そんなにこう、ここメインということでしなくてもいいと思ってますね、逆に言うと。むしろ逆に言うとそのぐらいの少額で上がる仮想通貨なのかもしれないし、もしかしたら逆に言うとわからないですよね。わかりづらい仮想通貨でもあるっていうのは私は背景としてありますので、まあそう考えるとやっぱそういう形の対応、まあ 10% ぐらいが適切か、まあもしかしたら 5% ぐらいでもいいかなと思ってますけどね。まあ自分のポートフォリオを構築する上でもそれぐらいの金額で十分、もしかしたらね、自分たちにこう、利益をもたらしてくれる仮想通貨なんじゃないかなと思うので、まあ、しっかりこれからも見ていこうかなと思っています。まあ、ですので、ちょっと下目線でね、一旦まあニュースが出終わった後なので、まあ、その後は少しね、その次のニュースを待つという、まあ、今フェーズに入ってます。センチメントも悪くないと思いますね。仮想通貨取り巻く状況も、まあ、ビットコインなども今日しっかり戻してきてますので、まあ、ジャスミンに関してもそんなにね、向かい風は向いてないと思いますから、まあ、下がったところでしっかりね、キープして16、20円あたりでしょうかね。先ほど言ったような形でいいと思いますけども、まあ、この辺でちょっとしっかり握って、まあ、余裕の資産があればですね、その辺で買ってですね、まあ、ちょっと上がった時には少し利確もして、まあ、ジャスミンをまた増やすもよし、先ほど言ったようなパレットなども増やすもよし、という形でやっていけるんじゃないか。まあ、動きはつかみやすいですよね。今、まあ、ニュースが終わった、祭りが終わった後の状態だと思っていいと思いますので、まあ、祭りが終わった後はこういう対策をするって、結構皆さんも投資の経験ある方も多いでしょうから、分かっていると思いますし、まあ、初心者の方はぜひね、そういう形で、まあ、ぜひ下がったところでしっかり抑えて、まあ、上がった、まあ、また何かニュースが出て、ガツンと上がった時に、ちょっと利確をするという形で、まあ、万全じゃないかなと思いますね。まあ、そんなにたくさんでなくても、本当にいいと思います。はい、ということで、今回ジャスミですけども、ちょっとパレットトークンとチャート似てますし、まあ、チャートが似てるっていうか、値動きが似てるっていう感じかもしれません。まあ、感覚が似てるとも言えるかもしれません。で、前回ですね、アンケートも取らせていただきまして、パレットトークンとジャスミ、どっちが上がりますか、上がっていくと思いますかっていう、ちょっとざっくりな質問をね、ツイッターの方でさせていただいたんですけども、まあ、基本的にパレットトークンが少しリードした形で、まあ、ジャスミンもほぼ、だいたい40何パーセントぐらいですね、票を集めてましたので、まあ、基本的にはパレットトークンと同じようなぐらいの、まあ、期待をされているという認識でいいと思うんですね。まあ、ですので、ちょっとパレットトークンも、チラ見しながらですね、まあ、ジャスミンもしっかり見ながら、取引をこれからも長く続けていくっていうのが、ジャスミンの一番のやり方ではないかなと思います。で、量は先ほど言ったような金額で、私は十分かなと思ってますので、まあ、たくさん持ってる方はね、逆にたくさん買っちゃってもいいのかもしれないですけども、私はちょっとそういうふうに考えてます。ということで、前回最後にお伝えしておきます。それから先ほど言った投票というのアンケートですね。こちら YouTube 始めて少し経ってからやり始めてるんですけども、まあ、今お伝えしてるのは基本的に先ほど言った投票以外のことは私のアイデアなんで、まあ、これは本当に皆さんが活用するのも自己責任になりますし、それだけだとちょっとね、物足りないなって自分も思ったりもした時期もありましたので、これからは今投資でね、最前線にいる、現場で頑張っている方たちの意見なども私の YouTube にちょっと取り込ませていただいて、アンケートを反映させていただこうかなと思っています。そうすることによって私だけのアイデアに偏らずに、ちょっとこう幅広くね、情報としてお伝えできるのかなと思って、そういう試みやってます。Twitter の方もぜひフォローしていただいて、逆に投票などにもぜひご参加いただければと思います。そのような形でのニュースもお伝えしていきますので、今回よかったらね、どうぞチャンネル登録まだの方はぜひしていただけたらと思います。はい、ということで今回ジャスミンのチャート分析の方ですけども、先ほど言った16、20円でちょっと、まあ、買ってみるっていうやり方をぜひ、私の方ではもうしてみようかなと思いますし、まあぜひね、ジャスミンいいなと思っている方はぜひやってみるのもありかもしれません。まあそれは本当に自己責任になりますので、ぜひ検討するのはいいかもしれませんし、まあやってみないのも悪くはないと思います。まあ、これだけじゃないですかね。ジャスミンだけじゃないんで、ジャスミンに偏ることはしない方がやっぱりいいと思いますので、まあ、投資も本当に自己責任になりますので、それも含めて頑張って皆様が利益上げられますように、これよりお祈りしております。はい、ということで今回ジャスミンのチャート分析だったんですけども、いかがだったでしょうか。ちょっと今ね、上場無事にしまして、その後少しね、値段の方が安くなっているように感じられると思いますけども、まだまだこれからの仮想通貨ということなんで、まあ、こういう形でちょっと値幅はね、荒く思えるかもしれませんけども、まあ、末永く、お付き合いしていって、いい仮想通貨だなと私も思って投資してますので、皆さんもぜひね、頑張って投資で利益上げてみてください。
はい、ということで今回、ジャスミンのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。